ステファヌス8世と呼ばれることがある。ローマ教皇は2人存在する。ステファヌスの名を持つ教皇の代数に関する歴史的経緯は、ステファヌス、教皇、ステファヌスとその代数を参照。ステファヌス8世、ステファヌス7世を参照。ステファヌス8世、ステファヌス8世とも書かれる。本校では、現在教皇庁を呼び、教皇庁年間が正式に認めている。 939年に即位した人物について扱う。ステファヌス8世は第127代ローマ教皇。ステファヌスはローマ出身でサンティ・シルベストロエマルティーの愛、モンティの司祭数奇教であった。939年に先代のレオ7世が死去したため、アルベリーコ2世によって後継に擁立された。最初はアルベリーコ2世と共同して、 修道院改革を行ったが、やがて対立した。オパバのマルティンによると、アルベリーコ2世によって誘兵され、さらに手足を切断されたという。ステファヌスは942年10月下旬に死去したが、切断時における傷が死因であったとも考えられている。ありがとうございます。